いい加減、ドレッコ部屋をなんとかしないといけないっすね。ほら。とりあえずドレッコが捕まっちゃうんだよね、ここに。そうだな。そうだな。そうだな。ちょっと、ドレッコとピップの待機場所を作っておきましょうか。何回もぐるぐる巻きに延々とされ続けるのはさすがにちょっとかわいそうなので。ここの部分に、本当はね、これ周囲にも影響を及ぼしちゃうから良くないっちゃ良くないんですけど、ドレッコ様態と、ピップ様態。で、こうかな。本当に雑だけど、まあ、部屋として区切ってしまう。あとは、そうですね。これ？バディのつぼみがあるんだったら、ちょっとこれ使いましょうかね。ここですかね。配料金は別にそんなに怖くないんだよな。立てたのに。立てたのに。ああ、そっか。優先度が高くない。よしよし。拾いに行きましたね。で、バディの樹を植える。いいね、当たりなく。本当だと、まあ、ここは、浴槽は結構水圧で脆いので、壁に置き換えた方がいいです。ラインにつなげちゃおう。拡張しましょうかね。雑。まあ、こんな方法がありまして。この部分は、ヘドロとか、
病原菌の場所がないんで、まあ、埋めて、しっかり密閉してから、内側から掘って、まあ、居住区の領域を広げるっていう方法があります。ちょっと時間かかるかもしれないんだけどね。ドアはね、一枚一枚、あ、一枚一枚っていう、一層一層タイルで埋めるより、同時に、建設作業を指示できるんで、かつ、まあ、複製人間にとって、自己作業で、あ、じゃあ、できるならこうやってしまえっていう、無理で入れるんで、早いっちゃ早いですね。ああ、ジャンピングジョイが4つも埋まってしまっていて。ああ、それ自体は悪くないか。ジョイってあと何いったかな。ジョイの種子がまだ1個あるんだね。1個あるってことは、1個、一個ここに集めて、1、2、3、4で、ここ掘ってしまいたい感じはするな。で、1、2、3、4、5っていう感じで、ここに公園のマーク、公園の標識をこんなところにつけて、それでここに植えてほしい。で、ここじゃなくて下の方に多分ね。ここが、あれなんで、あれって何ですかって話だけど。すべては良くない。設備だけ。設備だけ。ここを空気式ドアに変えます。で、空気式ドアに変えて、自然フォークにはちょっと大きさが足りないかな。で、ここに、種子で、ロヤ。そうすると、今、ノルームレイヤー的には、ちょっと大きすぎるかな。で、1、2、3、4。2、3、4。そうだなぁ。え。やっぱりそうだな。ここまでだ。ここまでで居住区のアッパーにするか、ここまでにした方が良い。よし。今度こそ。で、そうだな。ここから1、2、3、4で標識5って感じにしたいかな。大きさ的には、これでジャスト120なんで、
120なんで、はい。うん、ですね。ここから、ここまで。だから、ここがアッパーです。で、今は多分、多目的室扱いになるね。だから入るなって。入るなって。ああ、もう、めんどくさい。まあいいや。じゃあ解放してあげよう。配信で見えてる遅延としてはそんなぐらいかな？ああ、なるほど。それぐらい遅延してるのか。うん。こんな感じで、手動エアロックが、複製人間の出入りだけで、綺麗に中の詰まっていた機体を、まあ、外に押し出してくれる。そういうことですね。ここに売られちゃった。ああもう、ああもう。しとこうかな。に移動。これでピップはもうここのあたりにしか植えることができなくなっているはずだ。1、2、3。てか植えている。すごいや、この子。1,2,3 だからあと4つ。装飾レイヤーじゃなくて、ルームレイヤー。うん。酸素散布装置は、あれか？工業機械って扱いにはなってないんだよな。で、ここまで来たら、次、ここを断熱タイルでも、断熱タイルじゃなくて、普通のタイルで埋めちゃってますが。さあ、ピープ君入れてくれるでしょうか。これは気長に待つしかないかな。画面の裏で何かやってるんだよな、この子は。